今日もいい天気じゃのう。島のみんなも笑顔で、今日も平和じゃ。よしよし。よし、今日も頑張るぞ。おはよう。今日もよろしくね。くんくん、くんくん。朝案内所に着いたら、まずはコーヒーじゃ。くんくん、いい匂いじゃのう。くんくん。ちょっと村長、何のんびりしてるんですか。もう私ばっかり24時間働かせて仕事溜まってるんですからね。早く仕事してください。仕事。何を言っておる。わしだって24時間この島の住民のこと考えてるんだぞ。任天堂スイッチで遊んでる時もちゃんと考えてるんだぞ。もう遊んでないで働いてください。今日数年ぶりにこの島に新しい住民が来るんですからね。大変なんですからね。もうなんじゃと。新しい住民が来るじゃと。なんじゃと。やっと着いたぜ。ここがあつ森島か。何にもないしけた島だな。チェ。まあいい、これぐらい田舎の方がちょうどいいかもしれないしな。ああそっか、久々に新しい住民が来るのか。そっか、どんな子かな。女の子だったらいいな。可愛い女の子がいいな。ちょっと村長、何ニヤニヤしてるんですか。また変なこと考えてるんでしょう。気持ち悪い。あのすみません。ん、あの今日この島に引っ越してきたものですけど。あ、はいはい、あなたがスパークさんね。ようこそあつ森島へ。じゃあこちらの書類にお名前書いてね。なんじゃなんじゃ、がっかりじゃわい。女の子じゃないのか。がっかりじゃわい。ちょっと村長、聞こえてますよ。もう思ったことそのまま口で出さないでください。もうスパークさん、ごめんなさいね。あ、いえ大丈夫です。それより僕ペットがいるんですけど、一緒に連れてきてもいいですか。ペット、大丈夫ですよ。ぜひぜひ。それじゃあスパークさん、これからよろしくお願いしますね。何か困ったことがあったらいつでも相談に来てくださいね。おい、みんな知ってるか。最近この島に誰か引っ越してきたらしいぜ。あ、知ってる、ニュースで見たよ。でも誰が来たの。どんな人が来たの。いや、まだよくわからないんだけどさ、夜中になると変な鳴き声がするらしいぜ。鳴き声？そうなんだよ。なんかもだい苦しんであがいてるような、そんな鳴き声が聞こえるらしいんだ。何してる人なの？その人大丈夫なの？大丈夫なの？それがまだよくわからないらしいんだ。だから調べてみないか。俺たちで調べてみないか。この島の平和を守るために俺たちが調べ上げるんだ。おお、さすがハムスケちゃん。この島を守れるのはハムスケしかいないってずっと思ってたんだ。頼む、頼んだぞ。本当、ハムスケって頼もしいわね。いざっていう時にやっぱり頼れるのはハムスケね。それじゃあハムスケ、頼んだぞ。この島の平和はお前にかかってるんだ。よろしくな。ちょっと待てよお前たち。俺一人に行かせる気か。おい、何かあったらどうするんだよ。おい。おい、ハムスケ、いつまで怒ってんだよ。もう冗談じゃん。一緒に行ってやるから機嫌直せよ。もう何が冗談だよ。本気だったじゃん。本気で俺一人に行かせようとしてたじゃん。もうお前たちの目を見たらわかるんだからな。もうほんと
こいつらとは友達の縁を切るかどうか真剣に考えなきゃな。もう。うん。ああ、おい、見ろよ。あいつじゃないのか？新しく引っ越してきたやつ。あいつじゃないのか？確かに、見たことないやつだな。よし、つけてみようぜ。つけていってみようぜ。ほら、ハムスケ、早く行けよ。ほら、ほら。おい、ちょっと、お前たち、押すなよ、押すなよな。バレたらどうするんだよ。もう。あ、ここに入っていったぞ。どうやら、あいつの家、ここみたいだな。よし、着いたぞ。散歩は終わりだぞ。ん？ん？誰だ？なんだ？お前たち。なんか用か？あ、やばい。見つかった。見つかったぞ。あ、いや、かわいいワンちゃんだなと思って。ワンちゃんかわいいですね。そうか。それはそうと。俺、最近引っ越してきたんだ。よろしくな。あ、どうも。よろしくです。なんだ、そんなに悪い人じゃなさそうだな。あ、あなたって何してる人なんですか？別に、ペットと暮らしてるだけだよ。あ、そうなんですね。この島に犬ってあんまりいないから、こんな色の犬初めて見ました。え、そう？どこにでもいる白い犬だけどね。え？白い犬？どう見たって灰色じゃん。灰色の犬じゃん。おい、みんな、どう思う？ペットが汚れても洗ってあげないなんて、やっぱりやばいやつじゃないのか？やばいやつじゃないのか？そうね、ちょっとワンちゃんが大丈夫かどうか、ハムスケ、触らせてもらったら？見せてもらったら？俺？いいですね。ちょっと見せてもらってもいいですか？見せてもらえませんか？あ、そうでしょ。かわいいでしょ。どうぞどうぞ。よしよし。なでなで、なでなで。なんだ、結構いい子じゃん。人のつっこくていい子じゃん。よしよし。おい、ちょっと待て。うん？おい、何してんだよ。勝手に家に触らないでくれ。勝手に。家？家なんか触ってないけど。もう、なんだよ、あいつら。勝手に触って。みんな怖がっちゃうじゃん。もう。それにしても、本当に可愛いよな。ダニって、なんでこんなに可愛いんだ？もう、よしよし、よしよし。わん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 。背中がちょっとかゆいわん。もしかしたら、背中にダニがいるかもしれないだわん。ちょっとかゆいわん。